記念館前の南極公園記念館前にて展示されている、祭標館、白瀬のスクリュープロペラのブレード白瀬南極探検隊。記念館は秋田県二カ星市にある私立の科学館、記念館である。当地出身の探検家であり、日本人で初めて南極探検に挑んだ陸軍中尉、白瀬信のの業績を記念するため、1990年に旧金庫町に開館した。 建築家である黒川気象の設計による施設は円錐型のオーロラドームを中心に打ちっぱなしコンクリートで作られた展示室がドーナツ状に取り囲む構成となっている。このオーロラドームではオーロラの実写映像や南極大陸が形成されるまでを描いた CG 映像が上映される。 展示室内は、白瀬せの部の業績をはじめとする南極体験史の展示が中心であり、白瀬せ隊が南極探検で使用した資料のほか、当時ノルウェーのアムーンセン、イギリスのスコット隊が繰り広げた南極点、到達レースの探検記録、また、1968年に日本の第9次観測隊が南極点に到達した際に使用した雪上車などが展示されている。 この雪上車、KD605 は2014年7月に日本機械学会によって機械遺産に認定された。館の周辺は南極公園として整備されており、白瀬が南極探検に用いた船、海南丸の実物大の遊具などがある。白瀬南極探検隊記念館条例、白瀬南極探検隊記念館。 秋田観光二カホエ宗氏2020から2021版、P19 一般社団法人二カホ市観光協会、本県で、展示の雪上車、機械遺産に、日本初、南極点に到達。秋田遺産を新報。http コロンスラッシュスラッシュ w w w s a k i a k e j p スラッシュ p スラッシュ秋田スラッシュニュース .jsp? KC イコール2014万 724F2014 年7月25日、閲覧、ありがとうございます。